汁になるのは楽しかった。掃除とか料理とか、自分がそれほど器用じゃないのも知った。で、私は出会ってしまった、透明なあの魂に。だから私は全てを捨てた。敬意も矜持も虚しささえも。だから私はシルを殺した。ベル君、無事だったか？ベル、シルは？シルさんは大丈夫です。フレイヤファミリアももう大丈夫です。大丈夫とはどういうことです？エルフ君。ベル、どうしたの？では、あのシルは偽物だったというのですか？それで本物のシルは？会えました。シルさんに告白されて断りました。どうして、どうして拒んだのです？シルの思いを、シルの決意を。憧れてる人がいて、だからシルさんの気持ちに応えられませんでした。申し訳ありません。あなたの気持ちも考えずに取り乱してしまって。シルはまだ酒場に戻っていません。私はシルを探しに行きます。僕も行きます。あのシルって子は女神であって女神じゃない。フレイヤの身代わりになることを許された、中身のない存在。確かめよう。とにかくもう一度ヘルメスに会って相談を。ヘスティア。フレイヤ、あなたの子をベルを私にちょうだい。断る。どうしても？どうしてもだ。ベル君は僕の眷属だ。僕の大切な子供だ。君なんかに渡さない。そう、じゃあ仕方ない。力ずくで奪うわ。王者、なぜ？投降しろ。女神の神がお前を求めた。お前の運命は定まった。行きなさい、ベル。イルサ。ダメよヘスティア、もうあなたが勝手に触れてはダメ。フレイヤ、お笑い草だね。要はベル君に振られて君はこんなやけを起こしてるんだ。愛を司る美の女神ともあろうものが。コンバージョンの準備を済ませてと言ってるの。要求を拒むならあなたの眷属を殺すわ。それでも解除しないのならあなたを天界に送還する。ダダをこねても結局ベルは私のものになる。結末は一緒。賢い方を選択して、ベルかファミリアか。ヘルメス様、ギルドの呼びかけでセントラルパークに大勢の密集が集まっています。まるで誰かの演説でも始まるような。私はイシュタルを天に返した。品性を失い、見るに耐えないほど醜かった。私は今あれと同じ醜い存在になろうとしている。でも謝罪はしない。だってもう決めたから。私はようやく愛以外のものを知ることができる。だからあなたたちを犯す。ひれ伏しなさい、ヘスティア。私の言うことを聞いて。